エルネスト・ハビエル・チェバントン・エス・ピノーサは、ウルグアイコロニア県出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。現役時代は、ウルグアイ代表。12歳の時、アルバロ・レコバや、ファビアン・カリーニ等を排出した、ダヌービオ FC の下部組織に入団した。2000年の国内リーグで30試合32得点という、ゴール数を記録し、様々なクラブの注目を集める。 2001年になっても変わらずゴールを量産し続ける彼に数々のオファーが舞い込んだが彼は最終的にイタリアセリエ A の US レッチェを選択し2001年夏に移籍した。レッチェに移籍した最初のシーズンでチームは広角の浮き目に遭うがチェバントン自身は27試合に出場して12ゴールを挙げイタリアでもその得点能力が通用することを証明した。 クラブがセリエ B に落ちた後も残留を選択し、16ゴールを決めて、翌シーズンの一部復帰に貢献。一部復帰となった2003から04シーズンは30試合18得点と大活躍し、レッチェの躍進に貢献した。セリエデビュー戦では、セバスティアン・フレーがパントキックしようとしたボールをカットして初ゴールを決めている。その活躍を見込まれて、 フェルナンド・モリエンテスやリュドビク・ジュリの後釜を探していた、リディエ・エデシャン監督率いるフランスリーグアンエース、モナコのオファーを受け、2004年夏に移籍した。UEFA チャンピオンズリーグにも初出場したが、イタリアで見せたような活躍を見せることができず、チームの不振とともに、チェバントン自身も、膝などに続けて、負傷を抱えた。2005から06シーズン途中のデシャン監督の辞任も、 あり、遺跡が噂されたが、2006年3月に、膝の手術から復帰すると、残りのリーグ戦10試合で8ゴールを決め、最終的には10ゴールをマーク。欧州リーグに遺跡してから5シーズン連続で2桁、得点を達成した。2006年夏の遺跡史上で、スペインリーガエスパニョーラのセビージャ FC に遺跡。しかし満足な出場機会を得ることはできず、1年目は17試合の、 出場で4得点にとどまり、連続2桁得点が途絶えた。2007から08シーズン、2008から09シーズンは共に8試合の出場に終わり、出場機会を求めて2010年1月にセリエ A のアタランタ BC へレンタル移籍した。同年夏には6シーズンぶりに US レッチェに復帰した。2011年夏にアルゼンチンの CA コロンへ移籍。 アキレス県の故障もあって数ヶ月で退団したものの2012年7月に再びレッチェへ復帰した。1シーズンでレッチェとの契約が満了し2013年9月に3ヶ月の契約でイングランドフットボールリーグチャンピオンシップのクイーンズパークレンジャーズ FC に加入した。クイーンズパークレンジャーズ FC と契約満了後の2014年1月28日。 リベルプール FC に加入し、13年ぶりに母国復帰となった。2015年に現役を引退。翌2016年3月31日には、アルバロレコバの引退試合にレコバフレンズのメンバーとして出場した。ウルグアイ代表にも何度か招集されているが、ホルヘフォサーィ監督の起用方法などに不満があったためか、彼が、 ウルグアイ代表の指揮を取る限り招集を拒否する胸の発言を2005年10月に行い、長らく代表から遠ざかった。ウルグアイが2006年ワールドカップの出場権を逃したことで、ホサーティ監督が隕石辞任したこともあり、2008年9月におよそ3年ぶりにウルグアイ代表に招集された。q o l j p ェバントンが QPR からリバプールへ。 2014年2月3日閲覧。ありがとうございます。